平か今の成績。ちなすべての試合で自責に以下。すごない？こんだけいいのになぜか勝てない気がしない。ゾイ？メジャー行く気満々だから当然か。ようやっとる。これだけ投げても中継ぎの頃の絶望感がないとか、謎のイチャモンをつけられる男。西武の3本柱平均球速150超えてるし、投球スタイルと見た目もキャラが立ってる。ビッグマウスで結果を残し続けるのはすごい。平も将来的には MLB でローテやってるやろ多分。優秀な中継ぎが消えたから勝てないんよな。先発平が勝つには中継ぎ平が必要やねん。個人的に西武の表ローテは12球団1、2を争うレベルやと思う。この防御率で平均で 6.5 回くらいしか投げてないのはなんでや、監督がすぐ下ろしたがるんか。二刀流やればいいのに、日本人では大谷の次に可能性あると思うわ。沖縄の離島の連合チームからフィジカルと素質だけでここまで成り上がったくらいやし。平スタミナどうなんやと思ってたが全然不安ないのはすごいわ。自分で先発で投げさせろいうぐらいだし、さすがに自信あったんか。ヤウチューブもほどほどに成功しとるし実は賢いのか。平って23なのかよ28ぐらいかと思ってたわ。先発なら連敗止められるとか言ってて、ちゃんとチームのこと考えてるんだなーって。なお FA は必ず行使する模様。ベルーナドームじゃなくて快適な球場なら成績はもっと良くなっとる。まあ西武の投手全員に言えるけど。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。